表の使い方とね、裏の使い方が分かったんですよ。気絶できるから、つまんないゲーム終われるんですよ。やべえと思ったわね。つまんないゲーム、やりたくねえもん。いいなぁと。表の使い方と裏の使い方ですね。裏を覚えたら楽しくなる。目が引きをした。買うこと。まあ俺は奇跡を起こさなきゃいけない。トーテマ見た、見た。トーテマ見たけど、実じゃないから放置。センチメントあったらめんどくせえし。まあこれはもう鍵とか取れたらいいけど、まあこれはもうやれなかったらやれないでいいや。やれるときにやる。時間ねえから。フェイス、ゴーストフェイス、さよなら。レーザーも、まあ、腹立って終わりますよ。うん。戦う価値ないんだから。やばい。レベル2見られてた。気をとくダメとは裏腹に天才のとこだよ。まあゲーム壊れたら終わるんで、必ず。いや別に、マッチングいっぱいある世界中の人が戦ってくれるから別に、楽しいゲームと出会った方がいいに決まってんじゃん。誰がつまんねえゲーム、ここ見た。ここか、音が鳴ってると。何これ、何なんか来たの。猫でもあんの、わかんねえじゃん。ビルの中の何か、ここに、ここに女性の直感をしろ。それとも心音聞こえるとか、高性能のマイク使ってるとか。あ、高性能のこの環境、女性を信じろ。男性よりも女性の方が上だ。うん、俺は思ってる。女性を信じろ。デッドバイの勝利の女神は女性だから。あ、当たり目だろ。女性に媚び売るんだよ。当たり目だろ。こんなこともできない奴なんか話になんねえから。まずかっこいいことだけ言い続ければいいんだよ。女性に媚び売るなって。もかっこいいと思われたらいいんだよ。渡したいって。勝利の女神に勝ってほしいと願わせるんだよ。ダサいメンタルのやつに誰勝たしたいんだよ。かっこよく勝たしたいんだよ俺は。熱く普通の人だから。ただ紫とか赤の宝石があるかもしれない。やば。びっくり。痛い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 。俺がやらかしたよ。いやー。それでね、向こう方面が回るから、楽に考えよう。男だから。私はね、なんです。ああ、仕方がないんですよ。しょうもないスキルチェック能力だ。普通は。不祥事のヒロちゃんなんか波ですよ。まずは、内側がつくんです。
マキシマムがつくから、やれば。あら、キラーはね、僕粘着タイプ体質だとね、あっちも。割り切れる人が一番怖いんですね、この試合。割り切れなきゃ、あのサーカスのところで張り付いてるから、その隙に発電機回すんですよ。魂じゃなくて、あの肉魂を使ってイダルマを使ったこの魂作というか、ただ当たっただけなんだけどね。チャンシェイク魂がさ、ほらだから目がいいんじゃん。いいんですよ、チャンシェイク魂とは必殺技だから減るじゃん。本当の偉いですか。あ、向こう回ればいいんですよ。うん、環境利用っすよ。ミスを、そこを有効利用する。それで我慢だということを教えてくる。よし。チェックは、まあ合わせとしてんよ。2タイム使っても合わせ、その通り。最悪ジルが抜けてもらえばいい。男戦う男をすっかり。戦う男。生き様だよ。チェイク魂をサクサクレン、サクレス。で、ジルに助けを求める策を取ったけど、これがヒールちゃんデッドバランス。4人生存が全てじゃない。ドワイトが求めているのは脱出だよ。俺が吊るされてたら味方に脱出を願うから。ドワイトがまさか自分が助かればいい、他の3人助けに来いよって思うわけないじゃん。抜けてくれ、俺はやられてもいいんだよ。3人が抜けてほしいと願ってるよ。まともなプレイヤーならそう願ってる。だから俺はこいつのためにやるんだわ。ドワイトのために俺はやるんだよ。俺はそう思ってるよ。ドワイトがまともなプレイヤーだったらみんな抜けてくれって思ってる。3人が抜けてくれって、俺はもういら、もう俺はもう無理だから抜けてくれって。3人抜けてくれたらそれでいいって願ってるよ。だから俺は抜けるんだよ、ホワイトのために。熱くならなきゃ俺ヒロちゃんじゃない。ああ、いいじゃないですか。デッドバイが誇るね、あの人気キャラメグと、あと、あれですよ、バイオハザードが誇る人気キャラジル、土星人が出てね、謎の仮面の男も出て、そしてドワイトの願い通り3人が出てくれ。俺はいいんだ。俺はもうやることはやった。君たちは脱出してほしいんだっていう、ドワイトの心。これに私は感じましたよ。ドワイトが願ってるものは3人の脱出なんで、僕はもちろん心入れなく脱出しますから。願い通りね、楽しいゲームでしたね。願いを叶えたいんだ、俺は。しっかりしてるプレイヤーだったら、ああ、自分のことよりも人のことを思うから。うん。まさか自分が脱出したいから助けに来いなんか言わないから。心が優れてるプレイヤーは。うん、俺はそう信じてる。うん。だから願い通り脱出する。うん。それがヒロちゃん。きっと願ってると思いますよ。うん。